この日文健さんは相馬市の海岸へ。相馬高校サッカー部の皆さんとの活動ですが、おすず、おお、文健じゃん。富岡高校時代、県大会の決勝でゴールを決め、チームを初の全国大会に導いた文健さん。その時の監督が現在相馬高校で指導する佐藤浩八先生でした。みんな知ってた、もう鬼監督だったんですよ。違う、いや優しい俺は今はビビってない、みんな大丈夫浩八先生はどんな先生ですか。素晴らしい先生ですだよ、カットカット人間性でもサッカー面でもすごいトップレベルの先生です詰まってる僕がずっと心に残っているのは365日24時間ひたむきに努力するんだよ。その 100% の努力にもやっぱりその細かいところまでやっぱ突き詰めていかないと、やっぱそれは本当の 100% じゃないからっていう、刷り込まれてますね希望のかけら拾うぞ。この日も 100% の努力で希望をかけろ、希望をかけろ、いいな。浩八先生も希望のかけろ、逆です、希望のかけろこいつはいけません。浩八先生変わらないですねありがとうね。生徒たちが次々にプラスチックゴミなどを回収していきます。海洋ゴミの8割が町から出て流れ着いたものと言われています。自分で出したゴミはしっかり自分で処理するように一人一人がしていく必要があるかなって思います。そして美しい白い砂浜にも危険な割れた瓶や茶色い液体が入ったペットボトルも。いや最悪だと思います、本当にひどいなと思います。地元の海岸をきれいにしていく生徒たち、1時間ほどの活動で8袋ものゴミが集まりました。いっぱい取れてよかったです。自分の心もちょっとすっきりしました。今日はいい時間を過ごせたな。砂浜もきれいになって勉強もサッカーも頑張るぞー。